ドアマン、星2。中予算で盾ができるイケメその女優を使ったアクション映画。ジャンレノがヴィラン役として出ているのでそこそこ予算は欠けているのではないかと思われる。元グリーンベレーのコマンドを舞台のソルジャーであった主人公のメスが PTSD を患って地元のニューヨークに戻った後に叔父の紹介で高級マンションのドアマンとして仕事を始める。なんやかんやあってその家には自分の姉夫婦が住んでおり、なんやかんやあってその姉夫婦が住んでいる家に昔住んでいた住人が隠し財宝があるってことで強盗軍団がその財宝目当てに攻めてくるのを元グリーンベレーが返り討ちにするというよくある低予算プロットの映画。ロケーション場所が密室だったり限定されているのでエキストラを大量に雇ったり撮影許可を取ったりする必要がなく、登場人物も限定されているから出演料も安く済むのぜ。この手の低予算映画で最強映画はそうなのぜ。アクションシーンがいささか強引で違和感があり、一番初めにテロリストを一人殺した後にどう考えてもアンブッシュして一網打尽する猶予があったのにそれをしないとか、待ち伏せ側が圧倒的有利で何度もより合理的に簡単に敵を無力化できる場面があるのにそれをしないという部分が大ヒットしないだろうなと思われる。それを除けばさっと終わるしシナリオはしっかりしていて、メス女優のアクションもしっかりできているので暇つぶしに最適。